こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この手ぬぐいを使ったいろんなグッズの中でですね、この間ちょっとね、お尋ねいただいたことがあるんですけども、こういったですね、この本留めのこれはまあ手ぬぐいなんですけどもね、この手ぬぐいを使ってですね、のれんをね、作れませんかっていうことなんですね。まあ、縦にでもこうやってつ、ね、使うことできますし、これ半分に切ってですね、これ横にこうボルトを押すっていうこともできます。まあ、実際ですね、この本染めの手ぬぐいで、のれんを作りますと、裏表がないのでですね、どちらから見ても表に、表面に見えますので、全然問題なく使えるんですね。だから切って使ってもいいですし、長いままね、上だけこう筒にして棒を通しても全然大丈夫ですし、結構ですね、使い勝手がいいもんで、まあ、綿 100% ということですので、洗うことも可能ですしね、まあ、ちょっと汚れたらすぐ洗える、気軽に洗えるというのがいいところですね。でこれ以外にでもですね、まあ、インテリアとしてですね、タペストリー、ね、上下こう棒をつけてタペストリーにしてみたりですとか、まあ、あるいは額に入れたりとか、まあ、季節に応じてですね、いろんな柄をですね、こういったタペストリーにするっていうのも、ちょっとね、涼しげでね、いいもんです。まあ、今の時期、夏なんかでしたら、スイカの柄であったりとか、ね、風船の柄とか、まあ、よくあるのが金魚の柄ですね、まあ、こういったものも多いです。ですから、まあ、タペストリーなんかでしたら、一方方向で、ね見れますので、前だけ表だったらいいので、プリントでもいいでしょうけども、まあのれんであるとかね、まあ、そういった時には裏表がないような、この抽選、本染めの、のれんなんかがいいと思います。まあ、ぜひね、そんな形で使ってみてください。いろんな使い方ができると思います。よろしくお願いいたします。